はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。リュウです。さあ、本日なんですが、皆さんは炎王というモンスターご存知でしょうか。今日はですね、このね、炎王真珠ガルドニクスっていう最強モンスターを活躍させたくてデッキを組んできました。これどういう効果を持ってるかっていうと、このカードはカードの方によって破壊されると次のスタンバイフェーズに戻ってくるっていう効果と、読書感成功すると自分以外をブラックホールするっていう効果を持っています。はい、めちゃくちゃ強そうじゃん。パッと見これ実はね、デュエルリンクスっていうゲームでは、ちなみに炎王っていうテーマ環境をだったこともあるレベルで強かったんですよね。結構まあ今回の企画はだから一応デュエルリンクスで最強だったデッキ、マスターデュエルでも最強なんじゃねえか説ですね。はい、一応サブタイトルをつけるとするならば、結論から先に申し上げますと、別に最強ではありません。あのね、これなんでかっていうとね、ガルドニクス君ね、これね、自分以外全部っ破するから、やっぱモンスターが残んないんですよね、自分のフィールドに。だから制圧系のモンスター構えてもあんまり意味がないというか、まあ一応破壊されないようなモンスター。まあ例えば、まあ未来竜王ホープとかね、ああいうモンスター立てられればね、相性悪くはないと思いますけど、ちょっとね、モンスターがあんまやっぱ残んないから、ワンキルも取りづらいし、まあ全部っ破はできるけど、その後結構すぐに返されるしね、現代遊戯王って。1枚から動いてくるテーマ多いから。で、どうしようかなって思ったんですけど、まあこれ2種類あると思うんですよ、炎王を活躍させるのには。ガルドニクスの効果を生かしながら、魔法トラップカードで戦う。例えば永続トラップで縛りつけるとかね、でガルドニクスビートするとか、そういう、まあ、エルドリッチみたいな感じのとか、またはもうね、ひたすら全部っ破繰り返すっていうね。今日はね、後者にしてきました。全部っ破繰り返すっていう、なんか小学生が考えた、僕が考えた最強デッキみたいなギミックです。はい、でまず、妨げられた怪獣の眠りっていう全部パカード3積みで、サンダーボルト2積み、ブラックホール3積み、に加えましてガルドニクスが入っていて、炎王の孤島とかでぶっ破していきながら、ま、もちろん怪獣もありますから、相手のモンスターをね、適当に背負ってから動いていくみたいなこともできますし、あとね、影のエースと言われているこのアグニマズドパニッシャー、これ、どっちこれ、わ小さくて見えねえ、この神竜モンスターですね。こいつが一応炎属性を含むモンスター2体を選んで破壊しながら出てこれるっていう効果と、あと炎属性2体破壊してると相手のフィールドか墓地からモンスター除外できるっていう、なんか超強い効果持ってるんですよ。なんで、まあ、こいつと、まあ、ガルドニクス君たちの、まあ、効果を頑張って使って戦っていくっていう感じですね。はい、で、相手のバックはライトニングストームとか羽根防器で、背負って、もうひたすらに相手のカードを全部パンを繰り返していくという、まあ、そういうテーマと、そういうテーマというかそういうデッキとなっております。で、エクストラデッキ、まあ、ほとんど使わなくてもなんかいけるので合金で採用しました。まあぶっちゃけ一応ランク4ビートみたいなこともできますので、炎王って一応ね、炎武天気採用して、なんだっけ、重心重戦士族のなんか墓地からなんかレベル4蘇生するっつって、なんつったっけな、名前忘れたわ。アイスとか採用してたら一応ランク4とかできるんだけど、まあ結局全部っ破しちゃうから、あんまちょっとってなって、なので、まあ、今回はね、もう単純にエクストラデッキはとんでもないものとして、使っていこうかなというふうに思ってます。はい、多分永続トラップ採用した方が多分デッキとしては強いんだろうけど、まあ、パカってやるだけのデッキよりかはなんか全部っ破でうおーって言ってた方がなんか楽しいかなと思ったので、僕はこっちで使っていこうと思っております。早速ね、炎王真珠ガルドニクス作っていきましょう。デュエルスタンバイ。デュエルリンクスって、あ、増殖する G はあるね。デュエルリンクスっていうゲームではこの炎王っていうテーマ実は環境だったことあるんですよね。まあそこそこ強化何回も入ってて、一回ネフティスが追加されて環境に君臨して、でさらにあれです、これガンマって言われたら普通にもう無理だわ。取れ、よし、これなんかガネーシャとかガルドニクス実装されて、ストラクチャーかなんかだったかな確かで、実装されてなんかまた環境に君臨してたんですよ、デュエルリンクスってゲームではね。はい、マスターデュエルで使ってみたんですけどね、弱い。絶望的に弱い。ギミックがでもね、その破壊耐性とかあるしね、なんならこの環境一番強いのはね、怪獣だわ。うん、赤章暗転セットエンドぐらいがまあ多分、ああ、ドラガイトなんだ、めんどくさいな。でもそっちはそっちでなんならドラガイトは結構めんどくさいわ。赤章じゃないんだ、
あ、エンド。よし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 、全然いけるぞ。そのなんかクソ雑魚展開は増殖する G のおかげだな。全然大丈夫なの。魔法トラップカード無効、めんどくさいな。ワンケルは取れなさそうだな。はい、はい。ランク8一応できるけど、怪獣出してあ、ん？いけんのかな？これちょっとやってみるわ。まずとりあえず1回孤島の効果発動するっしょ。で、まあ、これは AO サージだね。で、バロンちゃんぶっぱして、一応モンスター持ってくるしょ？で、吸収発動。で、吸収で、ガルドニクス出す。怪獣出す。ガネーシャ出す。いや、届かないな。ランク8、届かないな。出していこう。出して、いや、これ多分ね、これ多分こうだな。ガルドニクスの全ぶっぱ効果は、置いといて、多分ね、これ、こうした方が強え。で、ディンギリス効果発動するでしょ？で、相手の、ガメシエル墓地を送るでしょ？で、バトルフェーズ入って、はい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 。で、メインツ入る。あ、あれか。セブンシーズの方が打点高かったな。1400得したかな。ちょ、間違えた。まあ、いいや。で、ペインゲイナー。で、セブンシンズ出して、これで4素材合わせですね。これで4素材合わせ。まあ、孤島を吹っ飛ばされっから、あれか、知るか、ガーゼウス。まあ、いっか。孤島が足を引っ張ってやがるぜ。孤島が足を完全に引っ張ってやがるぜ。いや、まあ、これリソースなくなりそうです。なんなら。まあ、でも一応ね、ガネーシャは死ぬと、自分の墓地からバロンを、創生できますんで、まあ、何とかなります、多分。で、ここはチェーンは何もしないでよくて、で、ここで一回ガルドニクス持ってきて、これで、あとは相手がモンスターを、の効果を使ってくれることを祈って、はい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 。扱ってくれそうじゃない？いや、アーゼウスをモンスター効果なしで突破するのは普通に魔法トラップしか無理だから。アーゼウス、ガネーシャの構え結構強い。まあ、これは普通に無効。で、バックやで、むせてくるのが転移ね。で、ガネーシャ効果。相手が発動した効果を、手札かフィールドの炎属性モンスターを爆破することによって無効にしていく。で、もちろん爆破するのは、ガルドニクス！バコーン！これで次のスタンバイフェーズ全部が確定するぜ。さあどうする？おじけづいたか？次のターン全部が確定するぜ。まあ、ちなみに、アーゼウスで、墓地の、いいのか？そんなガード伏せて。ちなみに、アーゼウスも余裕で殺されるんですけどね、これ。自分の効果で。はいはいはい、オッケー。いや、待って、1枚伏せだったら別にいいか？これ、スルーで、アーゼウスです。ゼウススルーでもいいな。どっちにしても、破壊は、どうせ帰ってこれるんで、ガルドニクス君は。で、スタンバイフェイズ、スタンバイフェイズ、スタンバイフェイズ、ガルドニクス効果か。で、出てくる、はい。で、ガルドニクス効果発動。で、すべてのカードを全部ぶっぱしたいですよ、効果。双剣暗転。あ、なるほど。で、対象は。はい。ガルドニクスと前だ。あー、オッケー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 。で、墓穴ね。墓穴一応打っといた方がいいね。墓穴打つ。で、エクレシア、いや、バクヤでいいか。バクヤ除外しといて。で、これ吹き飛ぶでしょ？これスーパーガルドニックスタイム入れるでしょ？ってことは。つまり。はい。はい。
で全ぶっぱされる、でガルドニクスとかで全部ぶっぱされて、でガネーシャ効果で自分の墓地のモンスター特殊召喚できる、これバロン相手3600しかねえもんな。ってことは、孤島効果、孤島割んなくてよかったんですけど相手結構いろいろね、いろいろ全部パスするんで、これ自分も巻き込むのマジでやばいでしょまたこの構えよ、おらいっしゃバトルウェイズだいけおらしゃアーゼウスは添えるだけ、対戦ありがとうございました。なんかさ、みんな AO のさ強い構築教えてくんねえか、なんかもうちょっとなんかなんとかできそうなんだけどさ、やっぱ結局永続トラップに頼んないといけないやつかな。ちょなるべくですね、永続トラップ開くだけビートみたいなあんまやりたくないんですよね。あの結界層ビートとかと同じやってこと、それあんまやりたくなくて、なんかその得意のね、デッキのパワーで戦っていきたいなっていう気持ちはあるんですよ、個人的には。だから結構永続ビートとかはそんなに好きじゃないんですけど、個人的にはですよ、使ってる人を指定するつもりは一切ありません。自分が別にそんなに得意としているわけじゃないっていうだけで、はい。なんかね、永続開いて勝つだけの遊戯王になりがちなので、永続トラップが強すぎてな、なるべくねデッキのなんかその特有のギミックで勝ちたいって気持ちはあんだけど、まあね、そんな甘いこと言ってらんないのも結構マスターディールとか OCG ではあるよね。サンクチュアリね、オッケー。サラマングレイト君は怪獣で結構黙ってくれるんで、まあロアとかレイジとか構えてくれ、来るじゃないですか、基本的に後ろをね。なんですけど、まあそこまで構えてきたとしても怪獣一匹でポッてやると意外と黙ってくれるってなるから、ガゼル君強いね。まあ一回ここで増殖する G 打つね。増殖する G を打ってここにうららって言われるときつい。結局なんか増殖する G とかいうカード飛んなすぎてさ、今墓、まあ抹殺がなかったとはいえ、増殖する G とを対策するカードが、まあ、うららと墓穴と抹殺全部で6枚今そもそも入っててね、結構ね飛んないんですよね、このゴキブリが。だから高校で結構きついね。皆さん一番強い誘発は何だと思いますか。僕はですね、一番強い手札誘発は増殖する G だと思ってるんですよ、基本的には。なんでかっていうと、やっぱ1枚が2枚以上になるからですね、このカードは。他のカードって大体11交換なんですよね、うららとかエフェクトベイラーとか、まあ、エフェクトベイラーとか無限包容はなんなら11交換ですらないことありますからね、相手のカードを除去しないんで。ですけど増殖する G とか、あとニビルとかね、ニビルとかはもう完全に相手のそのカードを一気に背負って、その例えば相手の盤面 5枚を背負って1枚にする、ニビリだったらね、とか増殖数字だったら、相手のその発動したカードに対して打って1枚か2枚ぐらいになる可能性じゃないですか。だから一番強いと思ってます、増殖する字およびニビル。はい、弱えなハンドまあとはいえだ、一旦召喚してからでも遅くないのこれ多分。召喚してでドーゴラン、まあ、一応ね増殖する G とか歌える可能性あるんで、これで増殖する G はケアしていきましょう。 OK で先にドラゴニックダイアグラムかな。合金がね、なんかタイミングがね、ちょっと怪獣しょってから打ちたいとかあるんだけど、それは無理だから、そういう時は難しいですね。でアグニマズド持ってくるでしょ、アグニマズドパニッシャー効果発動。さあモンスターをぶっぱして増殖するオッケー、まあ、この時のケアのためにガネーシャ出してると言っても過言ではありません。1枚か、でも1枚ドローならいい説あるな、大して展開しねえからいいや、増殖数字いや1枚ドローはさせてあげよう。でバロン強いから、でバニッシャー効果発動で相手のモンスター除去る。いやこれ待ってよ、これガゼルスピニーズあるな、
これリソース的にこれスピニーだな。来たわ。これで一応バトルだな。で、ぶん殴っていく。で、ガネーシャのコストもちゃんとバロンで持ってこれますし、全然強そうですね。で、エンドフェーズ。で、サマーフェーズ、バロンちなみにターン1ないんで、サーチ効果は2回入れることができます。結構強いです。で、ここで、バロン効果。破壊された次のスタンバイフェーズに、これ破壊だって言われたら泡吹いて倒れる。これ破壊だって言われると泡吹いて倒れる。耐えた。で、サーチもう1枚入れられるんですけども、なんだろうな、これ円環かな。円環ですね。円環にしましょう。で、相手ハンド5枚か、多いな。サークルか。いや、これ今ちなみに妨害、一妨害しかないんですよ。あの、ガネーシャの妨害一妨害しかないので、質は悪いんですよね。かなり。はい。しかもさ、サラマンクレイトって破壊耐性あんだよな。普通にやばいわ。ガゼル、全然無理だね。ガゼルは絶対無理。いや、さすがに無理。こうだな。ガネーシャ効果発動。で、これでガルドニックス叩き割って、無効にしていきましょう。相手のモンスターの効果を、こっち破壊して無効。で、一応リンク召喚とかまでは繋がんだよな。ハンド4枚が何かによるな。ね。全部っぱしちゃうから。次だ。マイクロコーダーか。なるほど。コードトーカー。はいはい。インバートね。了解。で、インバートリンク召喚成功で、マイクロコーダー効果、サイバネット、あ、これマイニングってこと？うわー、展開つながりそう。展開つながりそうだ。やばいぞ。はあ、炎王だけだと、あまりにも、妨害が用意できねえ。アグニマズとバニッシャー君、頑張ってくれ。はい。サラマングレートスピニー効果、あ、それ、違うか、ファルコ効果。ファルコ効果、セット、なるほど。で、スピニー効果、打点上げる。はい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 。でも、スピニー出すのはサラマングレイトモンスターがやっていけないですよね。だから今出ないですよね。今は出ない。おっと？そんなもんですか？ブラックホール。かぶった。まあいいやろう。ガルドニックスくんの効果を発動。ガルドニックスくんの効果は、破壊された次のスタンバイフェーズに、自分を墓地から特殊召喚し、フィールドのすべてのカードをぶっ破する効果を持っている。現れろ炎王神獣ガルドニクス。特殊召喚成功時効果を発動。フィールドのモンスターをすべて破壊。そしてその効果を炎王獣ガネーシャの効果により無効にし破壊させてもらう。さらにその効果に遷し炎王炎環を発動。炎王神獣ガルドニクスを破壊し、自分の墓地の炎王獣バロンを特殊召喚。さらにガネーシャの効果によりフィールドの炎王獣バロンを破壊。よし、これで次のターンの準備は整った。あとはここで俺はなんかアタッカーを引き上げた。来い、2枚ドロー。うおー、はい、なるほど。ドラゴニックダイアグラムで3200。取ろっか、これ。一応破壊して持ってくるか。で、ブラックホールもいらないから、ブラックホールしょって、アグニマズド持ってきて、アグニマズドでしょるのもありだし、普通にこれあれだな。孤島でいいや。で、孤島効果発動。デッキから、クモグス破壊して、何でもいいね。サンダーボルトあるんでしょ。なんかこれ雑に破壊して殴ったら勝ちか。1800、1800、2900。足りてそうだな。サンダーボルト発動。どうですか？通ります？あ、通りますね。
バロン召喚これサンダーボルトが強いだけではなんか余計な動きめっちゃしてる気がする。はい、対戦ありがとうございました。おー、このデッキやっぱちょっと難しいな。まあ3ボルブラックホールあるから割とモンスターに寄ってくれてるデッキであれば、あ、オフルスコーピオ OK、 オフルスコーピオは何もないっす。どうぞ。インフェルニティデーモンだと。それはなんかヤバいカードを捨てているな。なんだこの謎のデッキは。インスタントフュージョン、何、なんかヤバい動きしてんな。ペンダルム召喚、何いえ、これもしかして満足民、これ満足民じゃない、インフェルティが入ってんじゃん、ヤバっ。やべ、なんか捕食かと思ったら普通に満足民だこのデッキ。いや強そう。はい、あ、キュリオス来た。なるほど、これキュリオスで何落とすやつ。キュリオス、はい、でキュリオス効果、インフィニティネクロマンサー、つえやばい、これ満足民だ。これ展開力えぐ、24、あーあー、満足竜来た、実質満足竜、やめろ、うわー、あかんあかんあかん、マジであかん、それはあかん、ダメ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 、あああかん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 、やってることやばいって、やばいって、エンタープラズニルはいつまで回してんだよこいつ。お前持ち時間終わるぞふざけんな。レベル9が2体来るぞユーマ、あー誰が勝てんねんこれ。これが成立してるやばくないですか普通に。これやっぱね、遊戯王ってすごいよね。先行前半ですが成立するゲームが世界大会やるってマジ